海進早稲田大学4名熊田達也東海大学5名稲毛葵早稲田大学6名坂倉義和 TGK 7名野上翼京都立教8名杉田総一郎大阪国際大学日本選手権男子 60m D 決勝選手権男子 60m 決勝室内日本記録は6秒53大会記録は6秒56です1年小山大輝九州協立大学2年平野正大新潟アルティエクスランニングクラブ3年森雄飛文化大学4年木梨義樹順天堂大学5年岡崎俊也アスリートリンク6年黒木海斗東福岡高校7年矢橋博明陸技道8年藤原博人中央大学日本選手権男子 60m 決勝
入れた。これが抜ける。最後フィニッシュ、どうだ。先頭は岡崎俊也、フリートリックか。記録はどうだったでしょうか。することにいたしましょう。順天堂大学6秒61、同タイム同着です。岡崎俊也、アスリートリンク6秒61、そして3着森雄飛、大東文化大学6秒68。まだこれ現在判定中の速報です。正式結果、これ1000分の1秒単位まで判定して同タイム同着という判定をしています。確定まで少し時間がかかるかもしれません。選手結果をお待ちください。日本選手権男子 60m 決勝の結果、すごい結果になりました。先ほどご紹介した通り、1着木梨良樹、岡崎俊也6秒61、全くの同タイム、2人とも1着ということになりました。3着に森雄飛、大東